ただいま GCN ジャパンの松村です。いやー暑いですね。雨の中50キロほど走ってきました。もうバイク全部がジャリッジャリの状態です。このジャリッジャリの状態でずっと走り続けるとドライブトレインがより削れやすくなってチェーンの寿命が短くなる、チェーンが伸びてしまいます。ただチェーンが伸びるってよく言うんですけど、実際に金属が伸びているわけではありません。ではどのようにして自転車のチェーンは伸びてしまうのか、実際に分解して見てみましょう。あ、その前にシャワーへレッツゴー。こちらがフルボッコにされさらに錆びさせたチェーンです。伸びているかどうかはチェーンチェッカーで確認することができます。それではチェーンカッターで分解して見てみましょう。バラバラにしました。アウタープレート、インナープレート、ローラー、ピンという構成です。使い続けることによって伸びるのはチェーンのパーツが削れることによって磨かせて食い込んでいくようなイメージです。こうやって指と指を引っ掛けて指の形を変えずずっと擦り合わせていくと肉が削れて骨になって、そうすると肘と肘の距離が伸びているということをイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。これ余計分かりづらくなっている人もいるんですけど、まあそんな感じです。実際にチェーンが削れ伸びる原因となっているポイントというのは、インナープレートの出っ張りとローラーが接するポイント、こうやって指で回すとくるくる回りますね。回るということは擦れているということです。インナープレートとピンが接するポイント、ここもくねくね動きます。動くということはそうですね、擦れるということです。こちらのピンも見ていただきますと擦れた跡が見えます。これは動画の矢印の方向に力がかかっているのでここが擦れます。アウタープレートとピン、こちらの場所は固定されているので動きません。よってここは削れません。そしてローラーの外側の部分もチェーンリングやスプロケットで擦れるので摩耗します。全長が伸びるのに関係はありませんが、ローラーの側面とインナープレートの側面が接する面と、インナープレートとアウタープレートが接する側面、こちらも摩耗します。汚い状態、つまり鉄粉とか砂利がこびりついた状態で走っていますと、ギアとチェーンが擦れる部分、そしてチェーンの内部のパーツ同士が擦れる部分というところがより削れやすくなって寿命が短くなるということです。イメージとしては通勤時間帯の山手線とか御堂筋線に乗っている人が全員世紀末覇者みたいな格好をしてたら、多分会社に着く頃には体の 1% ぐらい失われていると思うんですけど、汚れた状態で走り続けるというのは大体そういう感じです。なのでドライブトレイン、チェーンの寿命を長くするには綺麗な状態にして注意をしてあげるということが必要になります。綺麗な状態でもオイルがないとパーツとパーツが擦れて削れます。オイルを塗ると被膜ができて、それがクッションのような役割を果たすので削れるのを軽減してくれます。さらに寿命を伸ばす小さなポイント、洗車とか注意をしていても惜しいバイクというのがありまして、まず洗車するにあたってドライブトレインクリーナーをかけてブラッシングをして水で洗い流すんですけど、ここで水で洗い流す量が足りないとチェーンの内部にドライブトレインクリーナー、チェーンクリーナーが残ってしまい、注意をしたとしても中に残ったクリーナーがオイルを分解してしまって十分な性能を発揮できないというパターンがあります。こちらのチェーンの分解したものを見ていただくと分かる通り、結構細かい構造をしていて中にクリーナーが残ってしまっているということがありますので、中にクリーナーが残っていないかなとちょっとこう心配をしつつ、しっかりと水で洗い流してきれいにするようにしてください。ドライブトレインクリーナーをしっかりと洗い流しましたら、次は濡れたチェーンをウエスで拭き取って乾かして注意をするというセクションになるんですけど、このチェーンの内部構造を見ていただくと分かる通り、拭き取った
だけでは内側の水分を除去することもできませんし、乾かすといってもなかなか内側が乾かないというのが実情です。チェーンの内側に水分が残った状態で注油をしますと、しっかりとオイルが中まで行き渡らなかったり、内側の水分が原因で錆が発生してしまったりということがありますので、この内側に残った水分っていうのをどうにかしないといけないというところで、マックオフのバイクプロテクトっていうのを僕らの洗車動画ではよく使っているんですけど、これにどういう効果があるのかと言いますと、金属と水分の間にバイクプロテクトが入り込んで外側に押し出す効果があります。なので、一回水分を拭き取ってバイクプロテクトをかけて、で拭き取ると、外側に弾き出された水分を拭き取ることができる。その状態で注油をすると中までしっかりと行き渡るという構造になっています。これはマックオフのケミカル以外、バイクプロテクト以外にも同様の効果を持つものがありまして、そちらは水置換と書かれているのが目印になります。もししっかりとチェーン、ドライブトレインの清掃をして注油をしているにもかかわらず、なんか内側にサビが発生していたとか、寿命がすごい早くなくなってしまうっていう方は、そういったことが考えられますので、次洗車をするときにこの2点をですね、追加で考えていただいて実践してみてください。そうするともしかしたら内側のサビが発生しなくなったりとか、よりドライブトレインを長持ちさせることができるかもしれません。梅雨時期、雨の中でもガンガン走るという方は、自分の使っているチェーンオイルを確認してみてください。もしドライルブとかドライとか書かれているタイプのものですと、雨によって洗い流されてしまって、チェーンオイルが切れて寿命が短くなってしまうということがありますので、水で簡単に洗い流されないウェットルブ、水で流れづらいオイルを使いますと、汚れはしますが雨でも潤滑性能がキープされます。ガンガン雨の中でも走るという方はこういうものを使ってみてください。皆さんはチェーンを錆びさせたことはありますでしょうか？僕は海沿いを走った後2回錆びさせたことがあります。特にね、海沿いを走る方はチェーンの錆びにお気をつけください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。